駅からすぐ、ね、駅で、で前にちょっとお食事屋さんがあって、もうそのまま、はい、宮本さんのことで、まあ、せっかくですからね、ちょっとお参りしていきましょうか。右側です、左側通貨やな。そう、ちょっと来月なんか、はい、例大祭があるんだな。へえ、いない、いないさんなんですね。お、危ないな、できますね。もうちょいですね、もう鳥居の前から見えちゃいますからね。いや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 、で、よいしょ、まあ旅の祈願をしてきましょうか。こっちから入ること珍しいんですよね。駐車場はね、南側の方にあるんでね、やっぱ車で来ることが多いですからね。あ、手洗える、ちょっと秋先はやっぱ撤去してあるんだな。まあ、ちょっとちょろちょろですけど、一応やっときましょう。さあ、手は今日見ましたよと。はあ、着いた着いた。こっちからだと近いですね。ちなみに宮丸さんは、ここがね、メインの神楽って言ったらいいのかな、になってますけど、ここからね、中に入るとね、あの、願い別の、あの、細かいね、あの、それぞれの、あの、用途に合わせた、細かい、お社がいっぱい建ってましてね、商売繁盛とかね、家内安全とかもそれぞれによってね、それぞれの、あの鳥居が用意してあって、神社が用意してあるっていうね、これがね面白い構造なんですよね。まあ、まずはねメインのところをね参拝していきました。さてとやって、無事、参拝も済ませましてね、まあまあまあ願うことはただ一つ、うちのチャンネルの繁栄でございますけど、まあまあ稲荷さん系なんはずですから、その手の、おい、あのね、ご祈願をしても全然大丈夫だと思います。なんせ稲荷大祭ってなってます。あ、そっか、大祭がね9日、4月の9日ってことでもうすぐなんですね。そうかそうか、来週かね、そうなんですね。で、あとは節分祭とかね、もう結構いろいろとやっておるわけですね。まあどうしてもやっぱ簡単に来ることが多いですよね、というふうになってますけどね。狐の読み入り道中なんかもねやってるんですね。名越市の大原式とかね、ね、こんな感じなんですね。で、冬場だとね、結構ここで、あの、それこそ初詣の時だと、あの、キビと言ったらいいのかな、ね、あの、やってることもあり、あって、そこでちょっと温まったりとかね、したりしますけど、一応これから回るところをね、キラリと言っておきます。まあ、ここだけでね、本当にね、全然できちゃいますからね。まあ、見てるとおり今総本社ねのところに、ね、行ってきました。まあ駅からすぐですよと。で、まあさっきもちらっと言いましたけど、駐車場、あ、そうか、北側にもあるんだ、知らなかった。だいたい南側の駐車場に通ることが多いんで、こっちからこっちの参道使うことが多いんですけど、まあ後からそっちの方も行ってみましょうか。で、交通安全のね祈願所ってね、あ、これもねよく使いますよね。四日市だと宮本さんのねステッカー貼ってあるところ多い。で、他にもね、とにかくね、いろいろ細かくね、この敷地の中にね、88社になってますけど、ずらーって、ずらーって、とにかくね、あの、いろんなのが入ってますんでね、せっかくですから、ちょっとぐるっと見てきましょうか。どっちから入るのがあれなんでしょうね。願い術境内少女ってなってますよね。いろいろありますね。これを梶原神宮。最初にまず橿原神宮のあるんですね。ある意味これで近鉄沿線は全部回れるんじゃないですか。近鉄沿線の神社ね、あ、いろいろありますよ。こっちは熊高稲荷ってお稲荷さんですね。いろいろ出てますね。そうそう、お稲荷さんが多いのかな。天神様さんと中に入ってね、こんな感じであちこちに、面白いでしょ。なかなか他でこういう構造見ないですよ。本当にね、その伊勢神宮もまあいろんな、あのね、分社というかあったりして、
結構中をぐるぐる歩くとあちこちにね、あの祠が立っとってっていうことがありますけど、ここの場合はね、あのコンパクトに、もうねこの距離この距離でね、集まってますからね、すごく見やすいんですよね。ここはちょっとお、なんか立派なのが飾ってある。よし、すごいですね。あ、なんか日本一の菅原の道真公のなんか像が置いてありましたね。日本一ってなってましたね。すごい立派な、やつでしたよ。いや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 、本当に何でも揃ってますからね。結構いろんなのが揃ってるね。大きい神社と あるこういうねにはありますけどね、それこそ熊野三山とかもねありますけど、あそこなんか横並びにずらーって並んどってね、はいここ済まして次こっちこっちこっちって横にトントントンってきますけど、こんな感じでちょっと迷路チックにいろんなところが、入ってますからね。ここはこんな感じでちっちゃい袋もねいっぱいあるんですよ。ここは何かな、足止め稲荷大名寺。やっぱお稲荷さんが多いですね。ここはこれは分かりやすいね、安全稲荷大名寺。安全ね、ご安全にね行きたいところですよね。でここは大きいな、なんだ、ね、ここは福徳稲荷大名寺。福と徳ですよ、はあ、ねえ、あの細かいところの方のが目的分かりやすいね。はい、こんにちは。これなんてもう見ての通りですね、合格になりたい名人ってね、合格したい人向けのね、これは何、序一稲荷大名人。あんな、ここは厄除け福寿ね。YouTube のチャンネル増える大名字ってないのかな。山田稲荷大名字、出世御師伏見稲荷さん、ほんと何でも揃ってますね。でもね、他のとかあんまり言うとするのはあれかもしれませんけど、どこもやっぱりちゃんとね神経とかも綺麗にしてあるのがね、これだけいっぱいありますけどね、ちゃんとしてありますから。聖光稲荷さん大丈夫ですか、私お参りしても大丈夫なのかな。春熊稲荷とか、もうとにかくいろいろあるんですけど、金部稲荷さん、まあ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 、本当にとにかくいろんなお稲荷さんが育ってますけど、施工稲荷、施工したいですよね。でここはちょっとうちのチャンネルの成功を願って、施工稲荷さんにちょっとお参りしていきましょうか。細かい祠は横に賽銭箱がありますよね、こっちに出るっていうね、これもちょっと面白いですよね。さあ、無事成功稲荷さんでね、お祈りしてきましたからね、お賽銭も入れてきましたから、これですね、うちのチャンネルも成功間違いなしとね、言いたいところですけど、まあね、皆さんはお思いでしょう。成功、本当に成功するチャンネルというのは、こういう社さんね、全部にちゃんと賽銭入れてね、お祈りするもんやぞと、ね、思うともでございます。ただね、そこまで工程にもね用意してなかったんでね、とりあえず、回れるところ回ってみましたよということで、まあここにもねいろいろとあって、まあ本当に綺麗、ね、桜も咲いてますし、いい感じですよね。いやいやいや、こっちがその正門でもないはずなんだけど、駐車場から入る一般的に来るのはこっち側に、こっちも狐さんですよね、稲荷さんですからね。ちなみに今また案内のところ戻ってきましたけど、ね、書いてある通り開運稲荷神社は、ね、真ん中の中でね、海でも山でも道を切り開いて宝を運んでくださる尊いお稲荷様ということで、これはちょっとうちのようなね断崖絶壁のね谷底に落ちてるようなねチャンネルでも救ってくれるんじゃないかとねいうことですね。商売繁盛とかやっぱりねお稲荷さんですからね、あのそういうあの、ね、お願い事したっていいじゃないですか、大丈夫ですよ。
やはりこの辺りは有名なところですからね。とりあえず一回駅の方に戻って、どうしような。